さあ皆さんこんばんは、りょうちチャンネルようこそ。ちょっとゲーム音がうるさいですね、はい。今日はですね、ちょっとおすすめしたいタイトルがありましたので急遽、配信の方させていただこうかなと思います。こちら、読みへの旅路、トリックトゥ読みですね。5月5日子供の日にね発売されたタイトルではあるんですが、一応プラットフォームがプレイステーション4、5、そして Xbox と Steam 版と4タイトル、はい、3つのねプラットフォームから発売されております。で、価格帯もね、2000円ちょっとなんで、そこまで高くはないゲームなんですけども、結構ね、僕も発売前からPV 等ね見たりしてちょっと気にはなってたんですけど、買うか買わないか迷ってたんですけど、まあちょっとさすがに面白そうだなと思って買ってしまいました。なので今日はそのおすすめを皆さんにねちょっと お届けできればなと思います。あ、男女さんご視聴ありがとうございます。これ結構おすすめですよ。まあ世界観ね、皆さん気に入るかどうかまでは人それぞれなんでね、わかりませんが、僕個人としてはまあいいんじゃないかな。まあどちらにしろね、ちょっと右も左も分かる初見なんで、一緒にね、もうほんと黒沢映画みたいな感じで、もう全て白黒なんでね、はい、そこら辺をお届けして、映像美と白黒のね世界観を皆さんにお届けできればなと思います。まあ気になる方はね、ぜひ貼ってみてはいかがでしょうか。さあやっていきましょう。ゲーム音が結構うるさいねこれね。左の印が見えなくなるまで画面の明るさを調節してください。見えなくなるまで、どれぐらい左の印、あーこれか、見えなくなるまで。こんぐらいかな。もうすでに見えないんですけど、こんなもんかな。若干見えるぐらいの方がいいのかな。全然見えませんけど、見えないよ。どれぐらい、あんま暗すぎてもねよろしくないでしょうし、ちょっとこうでしょ、こんぐらいかな、こんぐらいにしとこうか。お、初めから設定、制作陣設定、ちょっと映像フレームグレイ分かりませんねこれ。音声ちょっと下げるか。会話はいい、効果音、音楽、こんなもんかな。音楽こんなもん、音楽こんなもんすかね。バックミュージックこんなもんにしときますか。でこっち上げて、あ、コウタさん見てくれてありがとうございます。ちょっとまだうるさいな音声。どうすか、音声大丈夫そうすか、声とのバランス。こんなもんかな。OK。さあ、初めから、物語、歌舞伎もの、歌舞伎物語を楽しみたい方はこちら、武士道、ありがとうございます。物語と戦いを楽しみたい方はこちら、浪人、高難易度に挑戦したい方はこちら。あ、一番右が牽制なんだ。まあ、要はこれが優しいっていうか、これ多分戦闘ないってことでしょこれ。物語を楽しみたい方はこちらって、まあ、要はちょっとした映画感覚で見れるみたいな。まあじゃあ武士道でいきますか、とりあえず。さあやっていきましょう。え、何これ、道においては死を厭わず思う。
千日の稽古を鍛えし万日の稽古を練とす、真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。何、今のお化け。血を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。あ、チュートリアルこれ。あ、サンポさんこんばんは。ご視聴ありがとうございます。戦いの基本操作、戦いの操作、基本著作、移動。しかと見よ。うん、しかと見よ。え、斧が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。ああ、基本の連撃。おお、はあ、はいはい。上上、え、ちょっと待って、上って何、すべ、あ、何これ。その他、あ、ちょっと待って、 あれ上、上を押しながら、あ、ちょっと待って、え、上って何これ。十字キーの上、上か、こっちか。ああ、なるほどね。ああ、はい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 。銃撃、重たい。ああ。振り向き。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。いや、振り向けって出てんだもんだって。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、守りを。広き。防ぐのだ。お、お。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ、うん、風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。ちょっと待って、ちょっと待って、何ですか今の。なんか出てたね。防御を受け流し、あ、反撃に成功すれば体力を少しばかり回復する。気力がそがれるって書いてある。おい、ちょっと待って。おい、何、ボイスがほとんどゴースト動物島、わら。おやおやおや、あ、そうじゃないんだ、違うの、なになになに。え、せ、あ、反撃ね、はいはいはい。受け流してからの反撃。おお、なるほどね。ずっと防御してたらダメなんだ。こんにちは、ここまでだ。妙に中央、三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。なんだ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 。お、愛子、なんだあいつ。我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。参りましょう。おお、なんだ。
おおおお、ちょっと待って、小さくねえかこれ画面。おお、なんだこれ。男女明らけさん、この映画みたいやな。あ、すごい。あ、すごいすごい、なんだこれ。何しようちょっと。あ、あ、なるほどね。はいはいはい、稽古場ね、これ。どうして剣士マンのこれ。おお、ちょっと待って待って。あ、ごめんなさい。あ、サンボさん、ボイスがほとんどゴーストを映した。まあちょっと若干そうっすね、似てますね。そう、ほんとね、映画みたいなんですよ、タッチが。絵のタッチがすごい。あ、トウヤさん、こんばんは、ご視聴ありがとうございます。ロスの竜には、今日の都ではよく知られた料理だそうだ。ねえ。何が？それじゃあ、天使様も召し上がっておられるってことね。なんか光ってるね。そうさ。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえことだ、ね、新たな収集物を発見。レイヤー、レイヤーの社にある鏡は失われた5000ドルの霊を荒らしている。三十郎先生は知らぬと申してはいたが、我が父上と母上は血縁であるのを説く、何ですか、敬っている、尊っている、何ですかこれ。兄さんはあしらと同じものを召し上がるわけねえんだ。三十郎明さん、続きはアーカイブでんじゃおやすみ。あ、南條さん、わざわざありがとうございます。ぜひアーカイブでちょっとご覧になってください。これあの本当、いや、お安くね販売されてます。プレイステーション4、プレイステーション5、 Xbox Steam 版で全部2000円ぐらいですね。2000円とちょっとで発売されてますんでね、よかったら気になる方は。さあさあさあ、こっちか、こっちはなんだ、あ、一緒か。で、どこに行くんだこれ。うわ、すごいな。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。おお、三十郎先生を探す。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。あとを追ってあんなに急いで。門ですね、はい。おお、すごいな。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる家宝なんだよ。手放したらご先祖様にたたられちまう。あー、すごいね。全部白黒ですからね。で、どこ行くんだこれ。ん？米、引き立てだよ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。こっちか。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。ああ、この頭の上になんかくる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 のが、これが話しかけれるやつってことか。拙者は、あ、愛子殿は、そのお顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。門の外、これか、荷車って。これでいいのかな。これほとんど使う、片付けのございます。横スクロールなんですかねこれね、画面。
おお、すごい。正門へ向かう。正門がどこだ。こっち。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。新たな収集物。イザナギの絵。創造主であるイザナギが黄泉の門を封印する姿を表す。ザームレから戯れから身を守ってくれていることに感謝しなければされど闇に包まれるた、あの世には亡き父上と母上が住まぬであろうか。何ですかねこれね。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯をくれよ。間違いねえ。すごいな絵が。ああそうさ、あの世の入り口も湖にあるな。いやあいつら早道がございます。通ればことになるやもしれませんが、されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。あ、散歩さんおやすみなさい。よかったらアーカイブで見てください。ん、どこだ。ここか。おー、びっくりした。あ、ここね。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。ヌスットではないよ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。アイコ殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。ん、新たな収集物。買い合わせ、買い合わせの一辺、お買い置けがあるということは、母上は両家の出だったのであろうか。うちに掲げられている父上と母上であろうか。ああ、対となる片割れはどこに。何ですかねこれ。収集物、なんかコレクション的な。あ、こっちはいけないんだ。なんでこっちかな。お、祠。祠に立ち寄るとこれまでの旅路が記録され、体力と気力が完全に回復する。はい、これか。あー、なるほどね。あ、一回あれか、一回行っちゃうとダメなんだ。もう閉じちゃうんだ。すごいな。また振られちまったよ兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。うん。どけ足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。なんだなんだ。ここは一番道場じゃねえ。おお、びっくりした。なんだなんだ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。あ、レイさん、あ、そう、レイさんのコメントが出てた。サムライドを思い出す。あ、確かになんかちょっとね、そんなニュアンスありますよね。サムライドとはね、こうちょっとこう映像のこうなんていうんですか、出し方というかこの描き方が全然違いますけど。疾走で素早く移動できるが戦闘中は気力を消費する。あ、これか、この走ってることのことは。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いあり。お、満開の桜。
桜の花を開き命をもたらす女神、あ、この葉さ、この葉の桜姫、火山の神でもあり、創造するも壊すも増産なきこと、斧が山である富士より高く立つ八ヶ岳を崩すほどに。すいません、お急ぎよ。お、なんか鳴ってるね、ドラが鳴ってるね。こっちか。ヒロキ、これ子供じゃん。子供、ほら、まだ子供ですよ、これ。賊だ、逃げろ、逃げろ。賊、門を守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。おおおおおお、もう破られてはならねえ。ヒロキ殿、こっちか。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけませぬ、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。ん、あ、門閉められた。マジか。え、あ、保存ね。ちょっと待って、愛子さんどこ行った。愛子さん、これどこ行くんだ、これ。よさるか。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。おぉ、マジか。ああ、マジか。おぉ、ちょ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 、おぉ。あ、やば。おい、ちょっと待って、強えぞ。おぉ、おぉ、おぉ。ちょっと、ちょっと。ちょっと待って、難しいですよ。おぉ、もうもうもう。ちょっと待って。おぉ。おいや、こうか。よいしょ。あれ先生じゃん、三十郎先生。おおおお。おお、どうぞ。ちょっと待って、どういうこと。ん、おーおー、マジかマジか。おりゃあ、あー、ちょっと待って、強いな。おいしゃー。これはちょっと待って、横にしか行けないんだこれ。おー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 、なんだなんだ。あ、広瀬さんこんばんは。え、ちょっと待って待って待って。これ、あ、横にしか行けないとこと、ちょっと自由が利くところもあるんだこれ。おお。
あ、なんかある。乃木のネズミの掘り物。ネズミはご縁を結びこの世を最初に司った大国主の御事のなんな風の神の娘であるすせり姫に求婚すべくスサノオの命がけの試練に耐えていた時に狐に助けられたと伝えられている。ああ、またなんかあんじゃないのこれ。ねえか。おお。こいつを楽にしてやれ。喜んで。よいしょ。あ、寝ろ寝ろ。よいしょ。猫にも絡まんな。おお、ちょっと待って待って。いや意外とちょっと待って、ああこいつ強いんだよ、こいつが強いんだよ。おいしょ、反撃ね、反撃上ちょっと有効活用していかないと。ここはあれか、横にしか動けないところだ。これはえ、なんか鳴き声が聞こえる。あ、体力増強。お願いでございます。おお、あ、マジか。うねえ、びっくりした。片付けねえ、片付けねえ。あいつらは全部持っていきやがった。あ、いいね。だけど祠触ると新たな敵を倒したり特別な行動したりすることで強化値を得る場合がある。なんだろう強化値って。え、技、え、守りの技、防御受け流しは、これはさっき見たね。反撃、あ、まだだ、まだ全部出てないんだ。これは一般人は攻撃できないのか。これはこの向こう水なもののふは誰だ。して手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り裂け。切り裂け。え、どこどこ。おおおいしょ。お、振り向き攻撃。何、背後に敵を素早く攻撃できる。どういうこと。あ、こういうことか。あー、十字キーと効果。はい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 。おい、そこ手前になんかいいんじゃん。手前に、どこ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 。あれどこだどこだ、行けるところがないね。え、ちょっと待って、全然わかんないぞ。もうどこだどこだ。白黒すぎてわかんない。そこまでだ。あ、頭を引きちぎったな。おいしょ、
村人と会話すると報酬をもらえることがある。この人か。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ヒロキ様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。お、なんだ、棒手裏剣。敵に向かって棒手裏剣を投げることができる。ああこれか。離れた場所から敵へ攻撃したり敵の攻撃を妨害したりできる。道中で拾うことはできるが一度に持てる数には制限がある。選択、ああこれで投げるわけだ。今これで選択してる最中に、あこれも横にしか行けないんだ。ここは誰もおらん。行くぞ。酒を。死ねえ。びっくりした、びっくりした。おいしょ。あれ、どこ行った？お。おいしょ。こんなもんか？まだいる？すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろし。相方のが無事であればよいが。おお、だいぶ荒らされてるね。おー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 、びっくりした。なんだここ。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。山上にある危険なものを利用して敵を倒すことができる。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以外の極悪人だが。おお。おお、ああなるほどね。こういうものを使って一気に敵を倒せるってことか。これ何ここ。おお、なんかすげえな、いっぱい倒れてんだ人が。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早よせ。まだ来るぞ。抑えろ、あれか。そこで止まれ。あーくそ。こいつ強いんだよな、この兜、兜っていうかなんかじゅん。お、隠れた場所、隠れた道や場所を見逃さないように収集物や祠が見つかるかもしれない。なんだ、下を見てみよう。お、あ、これ違うか。気力強化、あ、体力とか気力が上がるアイテムだね、これ。この上行けないのかな、ここは。こっちは？あれ？俺どこにいる今。あれ？ちょっと待って、どこにいる俺。あ、ここか。あー、はいはいはい。若干ちょっと見づらいですね。黒すぎて。あ、
こっちじゃないんだね、さっきの方がいいんだ。すごいなあ、この上か、上行って祠がある。手を出せない。おおーマジか。よいしょ。あわや切り殺されるところでした。うん、手裏剣をくれたんだね。こっちかじゃあ。お、馬がいる。頼む。なんだ。マジか。あ、あ、くそ。なんでだ、なんでだ。でもなんかさっきから泣き声しか聞こえないよ周りから。お、こっち行けないのか。門は放っておけ。壁、頭を。ああマジ、おお。危ない危ない危ない、やばい、あと体力1しかないやん。待って、ちょっと待って。奴らが退いておる。これは村の外れを探す。あ、祠だ。社の中に何かあるはずだ。こいつらが行く。これで最後じゃ。あ、バカバカバカ。あ、違う違う。あ、危ない。あ、やばいやばいやばい。おあ、いや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 。あ、おっしゃった。子供相手に3人はちょっとやりすぎでしょ。社の中に何かあるは。役立たずでもいいものにもかなわない。あ、やばいやばい、マジか。ガードしないとダメだなこれ、ちゃんと。お、イザナミの絵、創造主であるイザナギが愛したイザナミ、子を産むときに命を落とし、黄泉の国へと旅立った。イザナギを取り戻そうと探したが、手は遅れであった。読み道、うん、うん、はい。ちょっと読めない漢字はやめてもらえませんかね。これぐらいか。まだなんかあるかな、先に。じゃないか。これ祠先に触るべきじゃないね。ここにおとどまりを。え、されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。あいつらは全部持っていきやがった。おお、びっくりした。お、刀か。年派もいかぬ小僧の手に我がおりより幼し。
我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。あれ、これ大塚明夫じゃないですか、これ声。参れ。あっ、ちょっと待って、すげえぞこいつ。を尽くせ。おお、ちょっと無理だよ。おお、何の修練も積んでおらん。ああ、わ、マジか。ちょっと待って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 。おお、ちょっと待った。何もできぬな。ああ、ちょっと待って、攻撃当たんないっすよこの人。何もできぬな。おお、今の当たってでしょ。うわ、哀れな。何、なんか入った今。ちょっと待って、今何が起きたの。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。
鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことはしませぬ。大人になってるってことね、これね。さっきの子が、いや石を犯して恐れず、最悪に望んで動かず。あ、これさっき読みましたね、これ。あ、すごいな、なんか本当になんかちょっと映画を若干なんか見てるような感覚で。上川村の者どもでございます。では、奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ。参る。どういうこと？ちょっと待って。マジかよ。初っ端から。ああ、おお、ちょっと。何してんだ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。仲間を探す。どっちから来たの俺今。結構なんかあれだね、探索要素もありそうですね。結構このなんか自由に動けるときのこういうところだと、なんかこういろんなとこ行けそうな感じしますけど、ここはねほら横にしか進めないんで。ここは自由に進めんだ。こっちは、あ、一緒か。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。え？倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。お、祠がある。なし。何これ。ああ、収集物が1個足りないですね。これなんかチャプターごとになんかやっぱあるんだね、収集物。なるほど、そういうことか。これ持ってるアイテムはこれどこで確認するんだ。これ何が、これ何ですかね。これ空きなし。川の見張りなど取るに足りん。
わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。こんなら。おお、マジかよ。反撃が難しいな。おお。お、連撃気絶。あ、なるほどね。最後に力強い一撃を繰り出すと。結構セーブポイントとかこのね、回復するタイミングは頻繁にあるんだ。なんかいるね。とどめの一撃、気絶した敵をとどめの一撃で倒すと体力が一定量回復する。 R1 気絶させるとか。もっと飽きなしって、これ何、これ。さっきから己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。おっと、何ですか。見せてみよう。この犬が。ずるい。お、だからなんで後ろ向くんだよ。強いぞこいつ。これで終わり？サッカー空きなしってさ、何これ。これはどこ行くんだこれ。ちょっと待って、収集物がね、2が全然何も出てこないな。これどっち行くんだこれ。あ、これか。忘れ去られた女神の彫り物。これはくくり姫の神かザナギか、朽ち果てた住まいのザナミを黄泉の国に留めておこうとした時、この神が話しかけたと聞く。くくり姫の神が物申しても恨みを晴らしたいザナミが一日に千輪もの魂を闇の地へと引きずり込むのを止めることはできなかった。神川村の者どもがその中に含まれているのでは。何なんですかね、この物語のこの、なんかこうちょいちょいこう神様がね絡んでくるようなこのもの、なんか世界観というか。これどこ行くんだこれ。役立たずのクズ野郎。マジか。おマジか。負け犬が。すごいなこの。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。おー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 。切り切り。おい、やばいやばいやばい。橋は落とされておる。されど、古い金掘りのマブを通って、次まで参ろうぞ。あ、とか仲間探してる。おお。結構このカメラワークすごいですね、さっきからね。ここ下降りれないんだ。
おお、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか投げてきたよ。ちょっと待って、これどうなってんのこれ。こっちは明日か。これどっちから行ったらいいんだこれ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを切ることは戦ではない。ここあれ、これちょっと待って、上から行った方がいいんじゃないの。じゃあ戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを切ることは戦ではない。あの上のなんかここを見張ることこそ肝心じゃ。落とせればいいのか。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生命。お前など殺める価値もないと言ったが、人思いにやってやってもよいぞ。これか。あれ、あ、違った。ちょっと待って、あの人たち倒せないね、これじゃ。あ、ちょっと待って、何これ、ちょっと道が全然見えねえよ。え、これあれ、どこ行くのこれ。ああ、なるほどね。ああ、はいはいはい。お、新たな収集物、粗末な趣向、農夫によって作り変えられた馬鉄のような武器。趣向を手に握るということは、握りしめた拳に鉄の力を与えることになる。ああ、なるほどね。あの、何だっけ、あの、あれみたいなもんね。あの、メリケンサックみたいな。こっちは行けないのか。あっちに行くしかないのかな、これは。あれ、これさっき来たとこか。さっきのところか。で、こっちに。おお、おお。こんなひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。あいつか。うすらけいすが。なんかこっち進行方向な感じするな。こっちか。お、新たな収集物、サンザル。ああ、物やらかなサンザルを。じゃあな、心が見えず耳に見せず口にもできるならば憂いの日々も避けられるであろう。今日すでに多くの血が流れておる。この三頭の守り神は己の役目を果たせなかったのだ。これなんだろうね。あれですかね、見ざる聞かざる言わざる。これ日光かね。どこなんだろうね、これ。こっちは、待って、鎧を着た敵、鎧を着た敵にはとどめの一撃や鎧同士が有効。鎧同士って何？
鎧同士。ああ、これか。四角四角三角で気絶させなきゃいけないのか。あ、原さんこんばんは。ご視聴ありがとうございます。鎧を着た敵これか。そこで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者通さん。喉をかっきれ。うわあ、マジか。おお、マジか、マジ。ちょっと待って待って。よいしょ。これが10連撃ね。ああ、捕らえられてんじゃん。ライセンシーカズピエルさん、こんばんは。あ、イカズピエルさん、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。てかさ、一緒にいたやつらちょっと弱すぎじゃない。森光とか空きなしってなんだろうね。やっぱさっきの手裏剣かな。女をすぐさま離せ。お前はおいや、これでオッケーか。まだいる？まだいんの？オッケーかな。ちょっとさっきのおなご、あの話しかけたりできないんだ、ここは。まだいんのか。これやっぱ鎧着てるやつちょっと強いね。気絶させる一撃がうまくできないな。これ乗り込めんの？容赦ない処置。みんな置いていけ。逃げろ。死んでおる。死んでおる。助けは来ない。やつらは鬼じゃ。お、気力増加。サムライ道録ですか？ですね、サムライド6ではないですね。これね、トレックトゥ読み、読みへの旅路っていう、まあ、ゲームなんですよね。どちら、まあ、ちょっと若干こう、ちょっと音がうるさいね、これで。若干こう、インディーズゲーム寄りな、タイトルと言ったらいいんですかね。一応、海外のポーランドかな。ポーランドの、制作会社が、作ったゲームで、一応プレイステーション4、5とスチーム版と XBOX で5月の5日に発売された、ゲームなんですけど、まあそのね、ポーランドの制作会社のその制作人の一人が、
まあ黒沢監督のね、黒沢映画が大好きな方らしく、それに、まあそれをね、こうに寄せた作品を作ってみたっていう、結構ね、話題になってますよ。結構若干話題になってるね、ソフトです。でしかも安いんですよね、2400円ぐらいで買えるんで、 Xbox でもプレイステーションでも何もかも Steam でもね。なんでまあもうちょっとね、気になる方はね、よかったら、兄貴をやりやがったらくそよ、わぁ天よいしょ。どこのお方か存じませぬが、誠にかたじけのございます。お、一戦前方長押しで丸か、失踪後これ、これか、これ一戦、これ、あ、これか、今のか、これですね。あ、違うね、ちょっと待って、あれ走りながらか、これか。あー強そう。燃えてるよ、早く逃げな。やめてくれ、頼む。あ、いいのか、こっちか。これね、ちょっとね、カメラワークがちょっと特殊なんでね、結構どこをどう進めるのかっていうのは、ね、見づらいところがあるんですよ。先祖に顔向けもできまい、来た者どもめ、クソ野郎ども、中にまだ誰かおるぞ。水を持ってきて、どこへ行ったんだ、早く桶を持ってこい。あっち側はいけないのかな、これ。右しか行けないのかな、これ。そこだ。あっちだ。なんだなんだ、これどこへ、おーおーおーおおおあーこいつ強えんだよ。いやーちょっとあれだな、別の一線覚えないとダメだな、これ。おーびっくり、あーマジか、あいたいたいた、あーあ、こっからか、早く桶を持ってこい。お、新たな収集物、絵馬。その昔、民は神社に馬を奉納しておった。馬が人の願いを馬心を込めて送ってくれると信じていたから。されど今では馬の数が減り、尊いため、代わりに五穀豊穣や長寿の願いを木札に込め奉納するようになった。本物の馬を捧げておけば、神川村も無事だったやもしれぬ。なる、あ、ゴギョさん、ご視聴ありがとうございます。挨拶だけでもありがとうございます。ピーコロさん、そうそうそう、結構ね、血がね飛び散るんですよ。だから一応このゲーム自体は18歳以上の作品になってます。だからね、僕も買うときクレジットカードがないと買えなかった。そうだ、クレカがないとね買えないです、このゲームは。あ、やっぱ上行くのか。結構ね、YouTube で検索かけたらね、有名な YouTuber、 あっ、おいしょ、おっ、こいしょ、これか、致命の一撃。
おい、もうまだいるのか。あ、こっちか。おおおお、なんだなんだなんだ。どっちだこれ。うちの中にヤツがおるじゃん。にも。こっちだ。こっち。こいつがつ。おいしゃ。こいつ強えんだよ、鎧着てっからさ。なんもないのここは。いや、いやいや、結構面白いですよ、これ。個人的には。個人的には面白いです。で、しかも2300円でね。プレイステーション4、5版2340円かな ?2310 円か40円かな。で、Xbox 版が2400円ぐらいで、Steam 版が2000円ぐらいかな。はい、2050円とか60円ぐらいですね。こっちはいけないのかも。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。片付けねえ、片付けねえ。なんか叫び声と泣き声しか聞いてないですよ、さっきからもう。逃げるなら今のうちじゃ。よいしょ。お、あ、マジか。待って、どこにいるの。あ、こっちか。切り裂け。かいかぶりすぎじゃ。あ、まだか。気を抜かない。気を抜かない。ああ、もうだから。もう一つあったか。ああ、ちょっと致命、ああ、やばい、致命の一撃が出ない。あは。どっからだ。あれ、ここどこ。あ、ここか、マジ、ここからか。すでに切った。他の奴らが来る前に、ここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。意外とね、ちょっと操作が難しいんですよね、これ。あ、抜刀できないな。それでこっちか。あ、手裏剣結構持てないんだね。止めようとしたんじゃ。されど、されど、措置はなせることを全て果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で
どうぞお気をつけて。かたじけない。ちょっと助けてやんないのこれ。お腹押さえて痛がってるよ。お、新たな収集物。あと1個か、ここは。2つの恋文、革職人が農家の娘に送った求愛の手紙。死と隣り合わせの集落に住む者が、地主の娘に言い寄るとはなんと悲しく愚かなことであろう。今は黄泉の国に いてよかったのかもしれぬ。娘はおそらくより位の高い男へと嫁がされていたであろう。あ、コトさんこんばんは。ご視聴ありがとうございます。さあ今日は剣客アクションゲームと言うべきなのか、まあ、ちょっと時代劇をねお送りしております。今日は己諦めない。あーマジか。貫く心の像がもう一つあった。きた。おお、すご、強、面白い。なんだこれ今の、振り向き攻撃追撃。振り向かないよ。ああ、こうか。ああ、なるほどね。おお、かっこいいかっこいい。なるほどね。はい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 。いや結構ね描写がねリアルですよね。ストーリー自体がどれぐらい長いのかがちょっとまだ分かんないんで、やり込み要素がどれぐらいあるかとかも。気を抜くでない、気を抜くでない。おいしょ。あ、マジか。おい、おおおお、もうこれで。すごいな、鳴き声がもう。どうした？あ、痛い痛い痛い。あ、かっけかっけかっけ。結構ね爽快感ありますよこれ切ってて。いいねいいね。なんか本当に侍やってますって感じ。おお、そっちか。 L 侍ならぬ僕侍みたいなね。はい、お後がよろしいようで。あ、こっち、ちょっとこっち行けないのかな。これなんか上にないかな、あれ。あれ登れないのかな、ここは。どう。わあ、お前か、また。そこまでだ。出てくる？技能書、技能書は連撃の習得や技術の向上などにもたらす。どこにありますかね。あ、これか。お。
鉄壁、長押しし、背後から攻撃を受けた際は自動的にその攻撃の方向へ体を向ける、L1 長押ししながら後ろから切られそうになったら L1 をタップするんだよ。じゃいけないのか。こっちもなんかある。ああ、やっぱこれあれか、手裏剣か。お、あ、全部来た。収集物。森塩、塩は不運を防ぐ、浄化をもたらし、地の神を鎮めると言われている。この森塩は豊作や安産を約束してくれたのやもしれぬが、いかように麗しく塩を積んだとて、いかように、美味な料理を、あ、なんて言った？人殺しの刃を防ぐことはできる。待って、何だ？宇宙を切った。お助けくだされ。宇宙を切った。お助けくだされ。おお、まあ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 。何だ？何だ？ああ、そこか。お、ちょいちょいあるね、手裏剣。おお、死の地獄するのは今のうち。待て。ああ。おお。おお。これで最後だ。首輪者が。あー、やべ。マジか。月が強えんだな。ちょっと待って、どんな技を覚えたかもう一回ちょっと見てみよう。重連撃はあんま使えないから。これがね、うまくで発動させられないんですよね。四角四角三角って押してるんですけど。一線。こんぐらいか？開始画面。なんだこれ。ちょっと待って。あとなんか覚えたね。守りの技、その他。あ、とどめの一撃ね、これすごいね、首落としちゃうんだよ、ブシュってあっ、おっ、ああ、ちゃんと押せてないね、俺ね、今思ったけど。あ、痛い、あ、待てか。おー、あい、あい打ち。ちょっと待って、ここ難しいな。
あ、なんでしてんだ俺。ああ、ちょっと待って。ああ、痛い痛い痛い、やばいやばい、あ、ちょっと待って、やられすぎでしょここで。そこ、月がちょっと、よいしょ。あー、ドキリさんこんばんは。猫にもかなわんだ。あーあーあー、あ、いやー、こいつらがちょっと待った。ちょっと音声がね、意外と大きいね、まだ。そうなんですよ、独特なんですよこれ。こんなもんかな。黒沢監督の映画が好きな人が作ったゲームですって言えば一番多分説明は早いですね。ただ制作会社はポーランドの会社ですね。ちょっと二連突きがやだな。突き防ぎきれないのかあれ。あー、ここだよ、ここほら。あ、痛い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 。もう月が、やめてくれ、すまん、お助けくだされね、月に弱すぎるですよ、ほんと。あのね、防御できないんですよね、なんか月がうまく。こねこにもかなわんな。あ、ちょっと待て、うわ、あ、もうほら3個減っちゃってる体力。うせろ、頭をかち割ってやる。おお、ほらもう突き、おい、おいしょ、いいんじゃないですかこれで。そこの先まで行ったのか、さっき。あ、ほらもうこの月、ちょっと月、そこ、あ、おー、びっくりした。これで最後じゃ。おお、うん、おお、あ、月防げるね、ちゃんとね。慎重に行こう。あ、二連突きがやだな。よいしょ、よいしょ。いいね、いいね、いい感じだよ。ああ、こいつか。あ、だから。ああ、もう。
またここから。いやーくそー、あの鎧着てるやつ強いな。そうシンプルだけどね、奥が深いんすよ、面白いんすよ。あやばい。よいしょ。ぜひね、ドキンさんももし興味があったら、動画のね、概要欄に値段とかプラットフォーム書いてあるんで。よいしょ。あ、払いあるんですよ。あのね、払いっていうか、反撃っていうのかな、エルデンリングでいう、パリみたいな感じじゃなくて、タイミングよくね、攻撃ボタンを入れると、こうやってほら、で反撃入れられるんですよ。こうやってほら、そうそうそう。パリ、まあ、パリか、要は。こう、こうやって、こうやってね。こうやってほら、逆にやられた。さあ、この次ですよ、問題は。こいつだ。おお、マジか。よし、倒した倒した。ちょっと今致命の一撃入れたかったな。すぐ忘れちゃうんだよな。お、祠。ちょっと待って、そろそろ祠ないの、祠。なんだっけ。お、所持数増加。あ、体力増加。あ、いいね。で、祠。これ2000円はね、安い気がしますけどね、個人的には。お好きなのは、おめえもよく知ってるだろう。もう一発じゃ。よいしょ。あー、鎧侍だ、鎧侍。あ、ちょっと、なんでそっち向くんだよ。危ないよ、マジ鎧侍。めっちゃ侍っぽくて倒すと見てて気持ちいい。あ、あのね、結構やってても面白いですよ。あれ、向こう行けないのかな、あれ。お、空きなし。あ、こっちから行くのね。すごい場じゃ。お、森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。いやー、森光殿とかね、速攻捕まったからね、無理でしょう、もう多分あの弱い人たち。絶対ボス的なのいるよ、これ。やっと現れおったか。みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。おっ
っとマジか、槍か、槍か。お前の苦しみを救いようのねえ愚か者が。あ、上に体力出てんじゃん。おい、そっちよけんのかい。あ、待って待って待って、なんだよ、卑怯だよ。猫にも絡まった。あ、マジかよ。気付けろ。抑えじゃ。あ、おい、マジかよ。あー、やばい、あ、やばい。あー、かあ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 か。おっしゃ。己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。トンネルさん、お見事。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。いやー、ありがちな展開ですよね。アドキンさん、ありがとうございます。ありがちな展開ですよ、これ。こうやって攻め込まれて、お、千日の稽古を期待し、百日の万日の稽古をレントス。さっき読みましたね、これね。大型武士の重い心をはるかに、武士はただ死ぬことを心を。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。あー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 、マジか。本当そうですよ。あのね、黒沢、この制作会社、何でもちょっと説明しますけど、ポーランドの制作会社が作ってるんですが、これをね、制作するにあたって、まあ、要はその主要人物の方が黒沢映画が大好きで、その世界観をね、忠実に再現できるようなゲームを作りたいっていう願いでこれを作ったそうです。受け様たちはどこにおったのだ。いや、いいっすよ。で、かつね、このまた白黒っていうのがまたいいんすよ。この白黒がね、また愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。ここちょっと待って、ここは、あ、やっぱ3か、収集物は1個か。あ、違うね。え、ちょっと待って、収集物3の収集、あ、いっぱいあんじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個もあんのか。結構長そうだな、ここ。ただね、あの白黒すぎてどこが進めるのかがね、分かんないんですよね。若干なんとなく感覚つかんでくると、あ、ここら辺いけんだろうなっていうのが分かってくるんですけど、あの真横にしか進めないところとかはもう基本的に多分収集的な、ね、要素がないんで、こうやって今みたいな、ここみたいに自由に動けるね、マップがちょいちょい挟まれてるとか、でそこでは
ほらこうやってね、そこではこういう感じで収集物集めたりとか技能書があったりとかするんで、それをこう探すよみたいな。はい、当初の金槌、火をまとったで生まれた家具槌は、その激しさゆえに母イザナミを読み送りとしてしまう。ゆえに当初は一振りごとに火と火事の神である家具槌をたたえ、家具槌への敬意を書いてひとたび怒らせてしまったならば我らを滅ぼしてしまうだろう。いや、あのね、多分そこら辺も昔のね、日本のその日本のっていうかその黒沢監督の、もうやめとくれ、そう遠くまではいけない、おい、人も生かしておいてはいけん、映画に寄せてるんだと思うんですよ。だからそこはね、いいと思うんですよね。忠実に再現させる、して忠実にこう再現してるんで。ですか。助けた。止めろ。逃げるなら今のうちじゃ。よっしゃ。マジか。カメラアングルが黒沢監督かぜ。でしょ。そう。だからね、すごいやっててね、斬新なんですよ。めちゃくちゃ。え、ちょっと待って、なんか今こっちか。これが祠と言ってね、セーブできるポイント、かつ、体力とね、気力がね、マックスになると思います。ああ、道場はもぬけの殻だ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り、奴らが戻ったならば帰り七には無しかないの。おりゃ、静かに動きなされ。奴らはこの先で待ち構えております。あるんだ。あ、これか。承知いたした。そなたは誠に無事か。わしは見つかりません。そうです、ポーランドか。されど、あなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。そうですよ、何があっても前に進まなきゃいけないんですよ。フライド、フライングフォックハウンドとかいう会社が作ったのか。あの、詳しくはちょっと動画の概要欄見てください。全部載っかってるんで。あれ、戻れないの。マジか、ちょっと待って、向こう探索してないよまだ。あれ、どこに行くのこれ。あれ、ちょっと待って、戻れないんですけど。あれ、え、あれ、ちょっと待って、どこ行くの。チャンネルさん、手前になんか光ってる。あ、これね、あの、持てないんですよ。あの、手裏剣もうね、マックス持っちゃってるんですけど。あれ、バグ。俺どっから来たこれ。もうちょっと待って、どっから来たっていうか戻れないですよ。ああ、ここ、ああ、びっくりした。これどこ行ったの。あ、これ登れんじゃない。うわー、侍いるじゃん、侍いるじゃん。なし、やっぱ持てないんだよね。手裏剣をうまく使えてないんだよな。これ多分こっち行くのかな。上から行ったらどうなんだろう。お、新たな収集物、鳩の
掘り物。知らぬいゆうさん、黒沢監督の映画で七人の侍だっけか、そんな感じだな、うん、そうなんですよね。多分だからそれをオマージュしてるんじゃないですかね。多分鳩の、掘り物、かつて人である王神天皇として生まれた武運の神八幡神。鳩はその象徴であり、また使いとも言われている。武士は皆八幡神の八幡神かな、技と忍耐を体現するため努めればならぬ。三十郎先生は八幡を尊敬していた。拙者もまた。ここかな、ここ開かないか。あ、びっくりした。この見てください、これ影。そう、多いんですよね。結構ね、日本をね、こう敬愛してるというか、こう。なんていうんですか、日本のこの世界観をね、好きな方々が多いっていうか、ね、結構多いですよね。あの今年の暮れに近くに出る誰かいんのか、生き残りだ、やれ。あ、マジか。引きつけちまいな、頭を引きつけちまいな。大変しい、カズキエルさん、光栄さん、光栄さんのね、光栄さんの立場の、あー来た、鎧。あー、やばいやばいやばい。あかん、ちょっと鎧強いな。ちょっと待って、致命の一撃が入んねんだよな。ちょっと待って、下は行ってみよう。下行ったらどうなんだこれ。ちょっと待って、なんか今かっこいい音楽流れてる。ほら、三味線の。大戦士カズチエルさん、ちょいちょい後ろ向いて背中切られてるの申し訳ないけど笑う、笑う。あ、すいません。いや、あのね、アナログスティックが、アナログスティックの反応が良すぎて後ろ向いちゃうんですよ、力入りすぎて。ちょっと待って、この音楽かっこいい、音いい、音楽いいっすね、センスが。ちょっともうちょっと上げていいですか。うるさかったら言ってください。いいか、全部上げちゃうか。これもともとマックスなんですよね。回転後素早い攻撃を繰り出す。前転が、前転切りか。さっきと違う部屋だね。ああ、ここか、なるほどね。こっちを飲むぜ、臆病者が。あっ、よいしょ。え、ちょっと、何ですか。見てる方まで、あ、あって言って、あ、よかったです、そう言っていただけると。これ、わかります？このカメラワーク、ほら、この影とか、ほら、すごくないですか、これ、ほら、ほら、おい、誰かいるか、一の子じゃ、やれ。あー、それひどだよ。あー、侍だよ。ちょっと待って、あの気絶の一撃が出てくんないんですけど。逃げるなら今のうちじゃ。死ね。あ、いやー、ちょっと、もう。
ってばさ。猫にも誰かいんのか。生き残りだ。やれ。よいしょ。よいしょ。うわっ、マジか。ちょっと待って。たたきつぶして。おのれを軽く。臆病者。誰かいんのか。よっしゃ、やれ。ちょっと待って、よいしょ、見ました今の。ちょっとね、今致命の一撃見せたかったのにな。手前の柱が邪魔だった。足が、誰か助けてくれ。わっぱみたいにわめくんじゃねえ。まあ、どけてやるから落ち着いて。どこだ。え、あ、こっちか。おい、助けてくれ。止めろ。なんで後ろ、なんで後ろ見せんのかよ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ、わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。あれ、字幕が出なくなってる。あ、字幕消しちゃってました、ごめんなさい。戻ってきやがれ。どこ行くんだこれ、どこ行くんだこれ。おお。百軒先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。あ、いて、あ、痛い。あ、ちょっと待って、こいつ、何こいつ、強くない。足が、誰か助けてくれ。おい、助けてくれ。仲間じゃねえ、助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ、わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。畜生、戻ってきやがれ。しとめろ。あ、倒した。あ、弓矢が手に入りましたね。おお、弓矢は敵の特定の箇所に狙い定めることができる。へえ。どうやんのこれ。お、どこだ。あ、これか。あ、本当だ。あ、やばい、矢がないじゃん。矢がないじゃん。ね、結構浅いでしたね。あ、びっくりした。なんかいたよ。よかった、ほこらあって。馬もですかい。
犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。それが気づかれちまうぞ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。おおおおおおお。あ、落ちちゃった。見えない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 。息をつけ。見えないよ。おお、ちょっと。やばい、ちょっとだいぶやられちゃったよこれで。あ、やだね、耳やね。これなんだ。ああ、なるほどね、あそこに行けってことか。お、変身。あ、かっこいいんじゃないですかこれ。ちょっと待って、難しい。受け流しの際、有利な位置を取るために、敵と場所を入れ替えることができる。敵をすり抜けた後に背後を切りつけることも可能。前方プラス L1 か、防御で前方しながら防御ボタンを押して受け流して後ろから切りつけると。難しいな。そんなことできるか。逃げろ。あそこだ。人だ。強い。弓を引け。ちょっと待って、弓矢がいっぱいいる。なんすか。あっさりとね。おお、何何何何これ。先へ行かねばならん。それ、矢で撃たれてしまう。いや、なんで後ろ向いてんだよ。見えないよ。危ない。それなどに屈せぬ。この当てろ。違い、手を狙え。手を振るな。たとえ死と隣り合わせであろうと。死ねえ。だからなんで後ろ向くんだよ。ああ、もうだからさ、なんで後ろ向くの。これも撮ってるよね、ここ。あ、OK。あそこだ。逃げろ。何が起きたの。ああ、なるほどね。先へ行かねばならん。ああ、痛いよ。危ない。ちょっと、体力がやばい。たとえ死と隣り合わせであろうと。あ、やばい。やば。ちょっと、え？あれ？ちょっとうるさいですか？ちょっとごめんなさい、鳴き声うるさいか？ごめんなさい。鳴き声がうるさいのか、僕の声がうるさいのか、ちょっと言ってくださいね。効果音かな、あれ。こんなもんにしときます？そう、このね、これ違うね、効果音じゃないね、これね。なんだろうね、会話？
いや、音楽が結構いい音楽だからな。会話かな？カットシーンじゃないよね。絶対も下げておくか、ちょっと。そうね、カメラワークいいっすよね。あそこだ、逃げろ。先へ行かねばならない。貴様矢で撃たれにして。やばいよ。あ、やばい、いたんだか、敵いた。たとえ死と隣り合わせであろうと。あ、やばいやばい、記録が、やばいやばい、記録が。危ない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 。なんで後ろ向きで。お見送りこれ。だからなんで後ろ向いてんだよお前、いつまでも。あー、やばいやばい、あかん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 、あかん。ここ鬼門だな。マイケル・ジャクソンかな。え、なんで後ろ向きであれ走ってんの。まだ先へ行かねばならない。さあ、やつそれならすぐ止めろ。ここでダメージをくれ、なぜ食らわないよ。死と隣り合わせであろうと。あ、やばい、気力が。ムーンウォーク、ムーンウォークでしたね。読み送りにせえ。せいや、これは一匹だから。あ、やかんかんかん、気力が。愚か者だ。メロンだぞ。おめえみてえな小僧。危ない、ギリギリ。そろそろ祠ください、お願いします。あった。幾日が止め休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者、今すぐ隣の村を攻め落とさねえと。ああ、そうだろうな。え、何ですか。ああ、ムーンウォークのことは奴らの耳にすぐ届くだろう。こっちかな、こっちなんかあんのかな。叩き強い。叩き過ぎじゃ。叩き強がやろうが。あー、だからさ、よいしょ、ほら締めの一撃ね、これが。あー、ちょっと雑魚なのに。雑魚なのに強えぞ。オランにな取られた。すべて。なんか手前、あ、これか。新たな収集。助けてくれ。どこ行くんだこれ。どういくんだこれ。なんと。おお。ああ。マガタマね、はい。マガタマは肛門をただし悪を寄せつけないと言われている。雨のうずめは、木にマガタマを張り巡らされ、雨テラスをびっき寄せて日の光を取り戻そうとしたされど、今日マガタマはその役目を果たせなかった。こっちはなんだこっち。なんかあるね、こっちも。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、まことにあなた様でござるか。ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だが、みんなおらんようになってしもうた。カギさんも、子供も、わしの弟までも皆
そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐわかるようになろう。まだまだこれからじゃ。ああ、もう土地狂っちゃってますね。家族もやられて。違う。次はどこをやる？ああ、もう。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。お、なんだここは。村の外れだね。ほっといておくれ。もう静かに教え、あんたたち。まだあいつらはいるよ。お、新たな収集物。釣り竿、イザナギとイザナミがこの世に送り出した最初の神。釣り竿はエビスの象徴である。エビスは奇形で生まれたがために、驚いたニシンは海に流してしまった。されど彼は生き延び強く育っていく。今では全ての人に微笑み、漁師たちは、涙のみである。エビスよ、この旅この度に限ってどこに行ったというのだ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。そう。おお、まだなんかある。なんだあれ。あ、痛い。うま。マジか。ちょっと待って、馬はあかんでしょ。静かに教え、あんたたち。まだあいつら。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。ね、なんすかね。あ、弓か。拙者をご存じないのか。弓か。目が誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。弓か。弓だね、多分。ドキドキンチャンネルさん、気が強い。かぶりすぎじゃ。あ、防いでるね。ブシュー言ったよ、今、ブシュー。ちょっと待って、なんで後ろ向いてんのだから。ねえ。あ。どうやって放つんだ、これ、弓は。おお。ああ、なるほどね。ああ、はい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 。弓ね。お、危ねえよ。何匹いんだよ。あ、やべえ、放っちゃった。あ、やべえ。ああ、ちょっと待って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 。弓矢がないよ、もう。まあ、いっか、もう。ほっとこう。気なし。いや、ちょっと待って、弓矢重要だな。気力増加。あ、なんかあるのかな。これぐらいか。あれ、こっちで合ってんのかな、道は。ちょっと待って、多分こっちがメインっぽいんだよね。
さっきんとこ戻るか。どっちかい。ほっとこう、こいつほっとこう。でこれで戻ってこっちか。さあ、あそこの上をねやっつけないと、あいつらを。ね、牙強いっすよ。まぁ、あ、ちょっと弓刺さりゃ一撃っすけどね。よっしゃ、ちょこちょこマイケルようち出てる。おお。痛い。ちょっとなんで後ろ向いてるんだから。おい待て、ちょっと待って。もう。もう、前。じゃあね、これ勝手に後ろ向いちゃうんすよ。わかります？アナログスティックの左側で移動してるんですけど、これ、反対方向に入れると後ろ向いちゃうんですよね。で俺結構ほら力入れると、あ、これ後ろから来るんだ、これ多分。もうちょっと無視してこう。馬は一頭は、こっちか。いやけどこのカメラワーク、ほんと多分ね、日本のゲームメーカーが作ったらこんな、ま、カメラワークにならないと思うんですよね。こっちだ。ああ、もうだから、よいしょ。うわ、見ました？今の致命の一撃。見ました？今の。かっ、いやー、かっこいいね。あれ、決まるとかっこいいね。オラの血が、血が出とる。あ、やったね、やたば。そう、回復するんすよ。致命を入れるとね、若干回復するんすよ。やったね、やたば。これで馬をね。最初は豚屋さん、スティック離すと勢いで逆に入っちゃう。あ、もしかして豚屋さん買いました？これもしかして買いました？その言い方だと。これ2300円はいいと思いますよ、これ。さあ来い、牙。今度は俺弓持ってるぜ。才川さん、屋さん、いえ、他のゲームで苦労してます。あ、他のゲームね。おいしょ。ほら、もういねえよな。ピーコロさん、強力プレートカールの。いや、これはね、もう、ま、全くマルチです。あ、ま、全くマルチじゃなくて、全くの一人プレイです、これは。はい、一人のみです。拙者が勝ち戦を欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。事業、命だけは見逃してくれ。お前ら猫にもなれんな。あいつらは全部
しょ。こんなに血が。ここら辺の探索要素はあんのかな。どこへ連れてったら。どうなってんだここは。右上に行けば多分あるでしょ。本丸的なとこでしょこれ。どう。地下。なんかあるね。空きがないんか。こっちは？こっち何もないのか。あ、なんかある。わしを越えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。この犬が。弓矢で出ましちゃった。銃撃で突き刺し、前方少ししゃがたい、少し射程の長い連撃。銃撃して強力な突き刺しと素早い基本攻撃を組み合わせた連撃。ああなるほどね。はいはいはい。すごいなあこのカメラワークっていうか、気力増加。こっちなんか光ってたよね今。ああちょっと出ちゃった。あ出ちゃった出ちゃったよ。おーおー。これ戻れないの。ちょっと戻りたい。あちょっとなこれちょいちょい後ろ向き出るな本当。ね、お読みよくできてる。あなんだなんで後ろ向くんだよ。致命の一撃を。お、なんだこれ。すごいですねこれ。見てくださいこれ。お、ヒロキだな。お戻りか。気づか別に誰あこれか。斉藤殿お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿おやめなさ。先には死が待つのみじゃ。ならば死と出会うまで。お、いいね。お、いいね。どう。ああ、なるほどね。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえの、さらなる恐れを煽るがための所業。あれ、ちょっと待って。収集物が一個足んねえんだよな。違うか。いやだいぶ足りないね。1、2、3、4、5。これはどうするんだこれ。戻れないもんな。お、新たな技を習得。鉢抜き。
鎧を着た敵に有効な銃撃を与える素早い連撃を。ああ、なるほどね。上を押しながら四角四角三角。なるほど。役立たずのクズ野郎が。いつだ、なんで後ろ向くんだって。こいつら百姓は何も持ってねえ。ちりも積もれば手厚や。マジかよ。あおわ。これあれじゃん、最初の方のとこですね、これね。幼少時代に来たとこ、これ、この坂。遅い、侍だ。遅すぎだ。やれ。あーこれか。あーいいね、今のかっこいいね。最後の月、もう鬼どもは相手に何。おおマジか。あ、こいつやりか。やばいやばい。あちょっと遠くて見えない、敵が何を持ってるかが。遅い侍、遅すぎだ。やれ。よいしょ。もう鬼どもは愛子に何を。見えないな。いやちょっと待って、収集物全然取れてないな今回。これがあれでしょ、おびただしい死じゃ。飽きなし、飽きなし、あこれも飽きなし。なんだろうな、馴染みの顔ばかりじゃ、みなよく存じておる。前でまだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。わあ、だから蹴るなって。おお、マジか。あーやべ。あーやばい。あいやー、気力がなくなると攻撃できなくなるのか。おびただしい死じゃ。これも取れない、これも取れない。もっとうまく手裏剣使えってことかな。これ馴染みの顔ばかりじゃ、みなよく存じておる。
また取れないなこれ。仕留めろ。あーマジか。よろ。どこだどこだ。どうかな。悪い気。命乞いするなら今のうちに。刀もロッキーに行けねえじゃねえか。ちょっと槍、ああ鎧来た。よいしょ。見ました？今の地面の一撃。かっけえな。飽きなしばっかだな。ヤクザ族のクズ野郎が、そこで止まれ。マジか。よいしょ。おお首が、首が。ああ待て、傾いた。待って待って。まあ、かん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 。ああ。やばい、やあ。たたえ潰してやる。そこで止まれ。ああ。ああ、もう。あれ、何？ちょっと待って。あーもうやばい。気力はいいからさ、体力体力体力。あ、新たな収集物。あー結構はしょってますね。1、2、3、4個も。かけた茶碗、この茶碗の持ち主は二度とこの茶碗で食事をしてはならない。中の米は植物の神である内もけからの内もちからの贈り物の一つだ。再度太陽神アマテラスが弟である月読みを拒んだのは彼女の死がきっかけだった。内もけは自らの口より生み出した米や魚獣で巣を用意し月読みをもてなしたため、つくよみは不快に思い彼女を切り殺してしまったのだ。その日からアマテラスは怒り狂う乱暴者の弟は天上にふさわしくないと判断したのだ。なんかちょいちょいね、古事記っていうか日本書紀なのかな。こう入ってますね。待って弓矢は、弓矢は待って。ああもう。こっからですか。さようですか。そこで止まれ。よいしょ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 。もうこいつは弓やだ。ここは通った。あ、まだやたい見えじゃん。切り刻んでやる。だいぶちょっとね、慣れてきたんじゃないですかこれ、刀さばきが。猪木殿、生きておられたか。おう。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。これなんだ、耳かな。お、いいね、ヤタバを獲得。
のようなことが。負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。大塚明夫さんですよ、大塚明夫さん。マジかよ、これ倒せんのこれ。いや強い。なん、あ、調和を生み出したお前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。マリさんです。こんばんは。終わり？とか。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。どういうこと？愛子、生きておったか。愛子、待て。どういうこと？あ、マリさんこんばんは。もしか、ヨミへの旅路っていうか、これヨミなのかな。ちょっと待って。アイコを探す、仲間を助ける。あれ、ちょっと待って。これもしかしたらね、なんかストーリーがこれ分岐するのかね。あいつを倒せるとなんか違うストーリー行ったりとか。だいぶ収集物はしょってるしね、これ。風神の絵、1,2,3、4つ足んない。愛子、まことにそなたであるか。ああ、やっぱり。愛子、どこへ行く。なんだなんだこれ。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。やっぱ読みなのかな。向こう側はいけないのかな。
ピーコロさん、日本書紀の内容がちらほら出てるからイザナギイザナミみたいな内容かな。ねえ、なんかそんな感じしますよね。なんかね、裏面に妖怪が書かれているか、カルタ札の一枚、修験者のような格好をした妖怪、王入道だ。王入道は破壊や恐怖にまつわる話が多いが、収穫を助けたり、動かぬ水車を回したり、塞がれた道を切り開いたりするなど、人間の助けとなる話もある。そのような力強さと忍耐力こそ今の拙者には必要なのだ。汚らわしい、汚らわしい、肌焼ける。この血は朽ちておる。アレックスさん、新たな収集物、のっぺらぼう。あ、妖怪系ばっかだね。カルタの別の札、このじゃない妖怪は人の形をしているが、しまいにはその容貌を消し、不運にもそれを見る者は恐怖に陥れる。うらしい若い女に声をかけられた漁師が、初めはうっとりしていたが、女の美しい顔が真っ白な肌に変わり、悲鳴を上げたという話がある。あ、アレックスさん、こんばんは。今日はちょっとね、若干こう、今話題になってるね、ソフトの方。意外とね、YouTube 検索したらそこまでね、たくさんの人がね、配信してるっていうか、上げてる動画じゃなかったんですけど、僕結構ね、2、3ヶ月ぐらい前からこのタイトルをね、いろいろと調べてて、中で知って、ちょっとね、目をつけていたので、今回買って、ちょっとね、おすすめしたいためにちょっと。ひろきも下がれ、どうしたというのだ。くわぁ、わしもじゃ、また。あ、もうじゃ。何こいつ、強っ。おおおおおお、なんで後ろ向くんだって。汚れなし、気焼き物。はい、わしはお前なだけやれん。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。やっぱ読みか。飽きなし。ああ、そうそうそう。で、ちょっとね、皆さんに勧めたいからちょっと買ってみました。まあ僕の配信見ちゃうとね、例えば全部見ちゃうと、まあ、ネタバレなとこっていうか、まあね、買わなくて済むような内容になっちゃうかもしれませんが、もしよかったら。喉焼ける。あそこだ、日置物、燃やすじゃない。待て待て、見落とせ。ない。若干ね、ほんと全編白黒なんで。教えてくれぬか、これは幻か。全て何も炎、戦があった。何が。思い出してたらオラが助けてやるから、この檻を開けてくれ。開けろ今すぐに。開けろ、うせえうせえ。ふはい、という感じで、ちょっと、ぜひね、よかったら遊んでください、みたいな感じで、ちょっと買ってみました。
ごいな。結構白くなんですけどね、結構綺麗なんですよね。おお、待って待って。ちょいちょいなんかもう持てないな。やっぱ犬と。アイコ、待て。松野じゃん。マジか。なんで後ろ向くんだってお前。よいしょ。すごいな、これ致命の一撃入れた瞬間はちょっと本当爽快感ですね。武士か、馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は斬られるべき者にのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々と。誇りはないのか鬼め。待て、くさばれ。何こいつ。おお、なんで後ろ向くの。なんで後ろ向くかな。だからなんで後ろ向くんだって。こいつはね、ひるまないんですよね。ほら、もうね、そうですね、ロロノアゾロが見たら怒りそうですね。敵に背を向けるでない。よっしゃ。石が更新された。答えを探し求める。どこにいるのか、いかにしてここまでたどり着いたのかわからない。戦った鬼のような顔をした男も、奴は今どこに。アイコ、彼女の姿を見たのではなかったか。なぜ拙者は待たずしていくのだ。再び彼女を見つけなければ。病に侵された者たちは絶望に打ちひしがれた叫び声を上げ、上に狂い、我が体に爪を立て、我が言い分に耳を貸さぬ。ここがどこか、何が起きているのかも。武士道を志す者に会うたが、恐れか怒りか刀を向けられた。拙者は他の者と思い違えて人殺しと呼んだのだ。なんですか、ここもなんか出てくるんですか。いっぱいいる。ちょっとこいつらね、ひるまないんですよ。ほら、若干立ち悪いね、ひるまないから。来ました。おとろし。おとろしと呼ばれる髪の乱れた妖怪は、見るからに冷たく死をもたらすだけだが、守り神のような存在である。屋根や神社の上で待ち構え、邪な魂、邪でいいんですかね、これ。邪な魂を持つ者に襲いかかり、像を取り出して食べてしまう。その後陰に戻り、次の悪人を待ち受ける。ちょっと待って、これは触っとかないと。これ
るほど。これどっち進行方向がね。この橋は崩れぬだろうか。おお。あーもう。どっちだ。多分向こう進行方向だな。さっきこっち探してみるかじゃあ。飽きなし、また飽きなし。お、気力増加。ここは？これなんだ？これなんだ？あ、こっちか。飽きなしか。と言ったのじゃ、わしに屈せ。腹が減った。あお、なんだこいつ、なんだ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 。お、四連撃気絶今か。だけでは止められない。何何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 何これだけ？これもか。あー、はいはいはい、これで楽に進めますよと。あ、それでもまだいるの？どこ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 、どこ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 、あ、いない、いないんかい。なんだこう。あ、また下になんかある。お、新たな収集物、一つ目小僧。一つ目の子供の姿をした例を愛らしいと思うものがあれば、かつて強力な力を持ち荒廃した古いにしねの山の神だと信じ怖がるものもある。またあるものはただの片目で生まれただけの子供が必死に生きる姿だと言い悲しくなるのだ。ひょっとすると一つ目小僧という言葉の意味するところは、愛らしさでも恐れでもなく悲しみに耐えるということなのかもしれない。なんかすごく、なんかいろいろとなんか難しい意味を書かれてる。これ上かな、先どっちだ。ああ、おお。あのねさっきからね、あのエルデンリングの癖でね、 R1 を攻撃だと思って R1 で攻撃しちゃうんですよね、さっきから。初手必ずダメージを食らうっていうね。あ、じゃあこっちか、やっぱ。
よいしょ、おい、かっこいいね。よいしょ。いいね、いいね、いいね。よいしょ。見ますか、この致命の一撃連打。何ですか、あれは。おお、ちょっと待って、問題ないよね、あれ。え、あれ、仕方していいの、あれ。なんだここ。どっちだ、こっちか。あれなんだろう、あれ弓矢で撃つのかな、あれ。そういう感じでもないね。襲っても来ないね。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。なんだなんだ。おお、やるねこいつ。よいしょ。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。なんだろうね、なんかちょっと話の展開が読めないな。なんだこれ。どう、ほっ。おお、またか。あー、やった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 。よいしょ。よいしょ。慣れてきましたよ、致命の一撃に。やっと。こっちはいけ、あ、こっちいけるね。お、なんだなんだ、何がある。お、あ、ここだか。お、お、収集物来ました。幽霊。妖怪の中でも最も悲しいもの、幽霊。この世での恨みは、え、何、恨みや妬闇、え、ね、うん、うん、醜い暮らしや非業の死を遂げたために安らかな死後の世界を与えられない例のことだ。あ、気力ばっかだな、体力増えてくんない。
おお、またか。意外と痛いんだこいつ。なんか産んでんのかね、あいつは。なんかいる。武士だと。ここに？拙者には解せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。ああ、こいつだけなんか唯一まともなこと喋ってくれますね。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。マジかよこいつら。こいつらはボスじゃないのか。なんだなんだ、どういうことだ。和平を越えても耳を貸さぬ、絶望に打ちひしがれた。己が身を守るほか道はなかった。愛子ならば察してくれよ。あらがほったどっちの進行方向は。こっちか、こっち違うの。おお、すごいカメラワークが。なんなのこれ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。ってなんだよ。これだっか。収集物。ああ、なんか一個抜けてるな、やっぱ。のっぺらぼう。ぬっぺらぼうか。ここは全部妖怪だけだね。ちょっと待って、これで一個抜けてるってことは、こっちの方にまだ何かあるんだよな。多分。下かな。ああ、戻ってこれるな、ここは。体力か。あれー、やっぱ一個抜けてるね。もう上戻れないもんね、これね。これちょっと一回あれだね、道を間違えちゃうともう戻れないから、
収集物とかはこれも諦めざるを得ないのか。それかこっち。あーだからちょっと。うわっ、痛いんだよ。だからもう、アイコ、どこへ行く？あ、やっぱこっち進行方向か。ってことはちょっと待って、こっちもうちょっと探した方がいい。あれ、上戻れないこれ。あ、戻れた。ここは上行けないのか。ってことは、あれこっち来たよね。あ、こっち来たか。こっちも行けないもんね。どう？落ちる！お前は落ちる。なに、お、火縄銃マジで。腹が減った。大ずつ。銃だ。大筒を押し込みに時間がかかるが、大きな損傷を与え複数の敵を貫通する。あー、だけどこれでなんかサブアイテム、サブ装備みたいなのも全部取った感じだねこれね。この湖は泳ぐには深く冷たい。だいぶ、だいぶ、あれ？これも結構短いんですかね？どうなんだろう？わら神のようにおろそかないかだであるが、こと足りよう。これ、サンズの川じゃないですか？これ、もしかして。なんかそんな気がしてならないんですけど。お、森光。
光殿。されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。おっと、マジで言ってるんですか。この人数を相手にするの。これもういやあかんでしょこれ。あかんってこの人数はこの人数はあかんっては。よっしゃ。ちょっと後ろ。ああもう。よいしょ。もうこれしかない。やばい。頑張れ。やばい。よいしょ。織光殿、一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。いやちょっとギリギリだった。危なかった。お願いだから祠、よかった祠あった。わしのじゃ。いや、わしの。いや、すまんな。マジ？よいしょ。なんか食べてるよ。マジか。向こう側にも行けるとかあったな。おお、何。何者だ。
ちょっとだいぶ手さばき慣れてきたんじゃないですか、これ。こっちで合ってんのか、進行なんかこっちが進行方向な気がしてならないんで、ちょっと待ってください。ちょっと一回戻りますね。ちょっと上登ってみよう。先お、新たな収集物。あ、やっぱ一個飛ばしてるわ。犬神、犬は反抗的で災いをもたらす呪いの存在と考える者もおれば、絆を深める家族に対して忠誠心が強く、家族を守る信頼のおける存在と考える者もおる。犬を大切に扱えばその愛情を尽きることはない。粗末に扱えば必ずその牙を味わうことになろう。あ、なんか言ってること分かる気がする。お願いだ、そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。塞ぐだけでは止められまい。誰分かってた。あ、マジかよ。ああ、それでここに来るわけか。なるほどね。誰か来る。やっと。頂上が見えてきました、ね、全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにいる全てのもののように。なんだここは。外もあんのか。まった。また抜けねば。ずれた。あ、マジマジ。あ、こっからか。じゃちょっと先上を少し高く登れば。お、ああ、月に淡い光が差しておる。なんだ
はなんかあれじゃないですか、合図的なやつじゃないのこれ。よくありますよねこれ、昔煙とか光を使ってこう合図を送ってなんかこう情報伝達をしてるみたいな。まだ抜けねえよこいつ。やばい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 。わしだからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、道などない。なんだこの世界は。牛鬼、まさに恐怖の存在だ。頭が牛で体は蜘蛛の人食い。牛鬼って体は蜘蛛の人食いなんだ。あ、なんかある。よいしょ。だいぶ操作慣れてきたと思いませんか、見てて。ちょいちょいもう飽きないな。あ、新たな手術、これが最後か。一個やっぱ飛ばしちゃってるね。山わらべ、なんか聞いたことないよ。まだいるんか。汚らわしい、汚らわしい。どこどこどこ。あ、ヘッドパンキングやろうよ。これなんだろうね、これ待ってる光は。あー、実はやばい。頼む、戻ってくれ。なんか待て、松野じゃ。めちゃくちゃ最後っぽいけどね、ここのステージの。スター、なんだ。アイコ、待て。
なんだろうここ。待って、どこに撃ってんの、どこに撃ってんの、ちょっとちょっと。あ、マジか。ちょっと待って、これもう侍じゃないよ。待って、ちょっとなんで後ろ向いてんの。無理ない。ああ、赤。あ、やばい。ちょっと待って、これどうしろというのこの敵は。危ない。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばしあの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。おっと、なんだこの選択肢。ここに来て、え、拙者はそなたのそばにおる。拙者の助けを求めないものがある。カゲロウは報いを受けねば。え、なにこれ。これ選んだら多分おしまいでしょ、話の流れ的にはね。だから拙者の助けを求める者がおるか、カゲロウは報いを受けねばのどっちかでしょ。これだとなんかちょっとね、復讐心にこう煽られすぎちゃってる感があるんで、これにしときます。拙者の助けを求めるものがある。なんかちょっと綺麗っぽいですよね、こっちの方が。よっ、黄泉より舞い戻ることはできうるのか。あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り、罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。アイコ、許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。合ってんのこれ。
そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。お、どういうことだこれは。会ってたのかな。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。ああ、ここが黄泉なんだ。あ、来ました。皆さんちょっとね、わかっ、こうちょっとし、わかる人にはわかるような情報っていうかね。大雷鎚、黄泉の、なんだ、深みに閉じ込められた母なる掃除主イザナミ、体は朽ち果て全部で8体の雷鎚の魂が宿っていた。頭には大雷鎚がついていた。雷の使い手であり嵐の支配者を表している。あー、おっ、来た。あれが道になったんだ。はい、てな感じですね。ちょっともう、ね、だいぶ、いい時間と、なってまいりましたんで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、皆さんどうですか、どうでしたか今日。このちょっとね、今までにちょっとないというか、まあ、同じような類のゲームもしかしたらどっかしらであったかもしれませんが、まあね、ちょっと世界観といい、このカメラワークといい、しかも全部モノクロというね、このゲームの世界観、まあ僕個人は悪くはないんじゃないかなと思いますが、まあボリューム的に言ったら、そんながっつりね、1ヶ月間遊べるとか、そういうぐらいのボリュームがあるような感じじゃないかもしれませんが、一応難易度はね、3パターン、4パターンぐらい用意されてるので、でかつ何かね、さっきのような選択肢が今後も出てきて話の展開が変わる可能性ももしかしたらあるかもしれませんが、まあ今回ね、こちら、トレックトゥヨミって読むのかな、日本語訳ですとヨミへの旅路という形で、お送りさせていただきました。まあもし気になる方いらっしゃいましたらね、ぜひ、5月5日に発売されてます。購入してみてはいかがでしょうか。一応プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox と Steam でプレイ可能ですね。一応動画の概要欄の方に、遊べるプラットフォームと、金額の方は載せております。でかつね、18歳以上のソフトになってますので、クレジットカードがないと買えないかな、多分、はい、っていうような設定になってますんでね、もしよかったら皆さんこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。まあちょっとね、一応他のゲームの配信もね、これね、止めなきゃいけないような感じになっちゃうんで、あんま長くなさそうなんでね、サクサクっとちょっとこれ進めさせて終わらせちゃおうかなと。まあもし興味ある方ね、また次の配信遊びに来ていただければなと思います。はい、一応あとね、ウィニングポストとエルデンリングもね、早く終わらせないと、積みゲーガンガン増えちゃってるんで、5月の19日にね、また対抗リシデンデラックスの方が発売されて、それもね、配信する予定でございますので、それまでにはエルデンリングとこのゲームはね、終わらせないと思っていますが、
皆さん本当ね、明日日曜日で最後の連休のお休みの方いらっしゃると思いますが、遅い時間までご視聴の方ありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。